用事があるなら早く済ませておいた方がいいですよ。ソルジャーはいつ非常招集がかかるか分かりませんから。この間のミッドガル襲撃事件の時、俺もかなり活躍したんだぜ。俺もお前に負けてられないからな。いつまでもセカンドでいるのはごめんだ。ミッドガルでナンバーワンの美女といえば、兵器開発部門統括のスカーレットさんだな。ヒールで踏まれたい女性ナンバーワンさ。ザックス、お前は誰だと思う？なんだよそれ、考えたこともないよ。てか想像させるなよ。怒ったのか？いやごめん、悪かったよ。ごめん。ミッドガルでナンバーワンヒーザッ、なんだよそれ。てか、お悪い。ミッドヒなんだよそれて、おね、今ミッドガル1の美女は誰だっていう話を彼としていたんですが、僕はそんな、な、昔任務でホランダー博士の護衛をやったことがあるんすよ。そういえばあの頃から神羅を辞めたいって愚痴ってましたね。はあ、やっぱり僕じゃダメみたいですね。どうしたんだい？ザックスさんにいろいろ教えてもらっても、結局僕は失敗してばっかりです。やっぱりソルジャーとしての才能がないんですね。おいおい、この間までの強気はどこに行ったんだよ。もうソルジャーやめて実家に帰ります。うん、ソルジャーを辞めるそうだな。はい、ご迷惑かけました。ソルジャーにとって何が一番大切か分かったか？結局分かりませんでした。でも今日まで頑張れた理由は分かります。いつかザックスさんのような立派なソルジャーになりたい、そう夢見てたから頑張れた気がします。俺も新米の頃先輩に言われたものだ。夢を持てとな。夢を？先輩もザックスのように俺の任務を手伝ってくれたものさ。ちょっと待ってくれ、その先輩って？ソルジャーにとって一番大切なこと、それは夢を持つことだと先輩に教わったよ。あ、夢を持つことか。夢を持つことか。ザックスさんみたいなソルジャーになるためにもう少し頑張ってみることにします。そのためにはまずスクワット1000回突破を目指します。夢をザッソン。シンラビル襲撃事件以降は、事件の背景にジェネシスがいたことで治安維持部門。天然のマテリアとなると珍しいけど、魔鉱石ならば比較的入手しやすいんだ。魔鉱石っていうのは魔鉱エネルギーマテリアとしての効果はない。ソルジャーが魔鉱石の最君、それを僕たちに預、そうだ、よかったらマテリア生成見学していかない？
ただいまよりマテリア生成に入る。総員、準備はいいか？イエスサー。メインエンジン、スタンバイ OK！ いつでも来い！メインエンジン起動！魔法エネルギーの凝縮率は？凝縮率20、30、40、50% で停止。メインエンジンの出力を上げろ。凝縮開始後30秒が勝負だ。合点承知。出力 80% 突破。凝縮率上がりません。冷却装置準備。魔法エネルギー出力最大。出力 120% を確認。残り1分で臨界点突破します。魔法エネルギー凝縮率上昇。70、80、90% を突破しました。よし、来たぞ。あと一歩だ。凝縮率 100% を確認。メインエンジン停止。メインエンジンの停止を確認。一丁上がり。マテリアが出来上がったよ。なかなかの出来栄えだ。君からもらった魔鉱石だからね。このマテリアは君のものさ。実はこのマテリアルームでマテリアが作られるのってかなり久しぶりなんだ。僕らにもいろいろと事情があってね。君、魔鉱石を持っているじゃないか。それを僕たち、そうだ、よかったら、君のおかげでザックス君、君、それ、そうだ、君は、でも、それ、そうだ、マイク、でも、マテリアルームの業績が上がらないのは、そうだ、毎回毎回ご苦労様、ザックス君。先日の役員会議でもマテリアルームの部屋、今となってはマテリアルームの業、本当に この調子ならザマーミロス、魔法エネルギーを供給するには地中から魔法だから魔法が豊富でも、ほとんどウータイとの戦争だって。科学部門にいた時、いつか死んだ酔った勢いでい、この前の死んだビル襲撃時、護衛してたファーストのおかげで何、今日はザックス君の体力測定を、君の身体能力を測るための重要な体力測定。
さすがソルジャー殿、すごいスクワット技術であります。良い勝負だった。敵ながらあっぱれだ。さすがザックスさんですね。あなたにはかないませんよ。スクワットじゃお前には勝てないな。まったく大したやつだよ。今日は君の体力測。
四方の魔航路建設予定地からミッドガル魔航路の視察団が訪問する予定であります。ですが最近はミッドガル周辺にモンスターが出没しているので視察も人護衛についている仲間の兵士がちょっと心配であり、魔航路建設彼らも待って、これだけ大きいビルに。チドがいよいよ死んだわ。例の襲撃不審者を見つけ、いいのか科学者がこんなとこで油を売ってても。科学部門が作り出した人形ごときが私に声をかけるんじゃない。人形？それってソルジャーのこと言ってるのか。聞き捨てならないぞそのセリフ。戦うしか能がないソルジャーに語ることはない。俺たちだってなミッドガルを守ったり世界中で戦ったりしてるんだぜ。机に座って変な研究資料ばっか読んでる科学者なんかよりよっぽど世界に貢献してるよ。一つ聞きたい。え、君は何のためにここにいる？ザックス、今大丈夫か？どうしたんだ？お前知ってるか？最近ミッドガルやカーム周辺でモンスターが大量発生している事件。ああ、なんとなくな。そのモンスターは科学部門で研究サンプルとして保護していたモンスターだったらしい。なんだって？それってシンラが飼ってたモンスターが脱走したってこと？勝手に逃げ出せると思うか。死んだビルのセキュリティはそんなにヤワじゃない。だったら会社は隠蔽のためにソルジャーを大量投入すると決めたらしい。モンスターを排除するためにな。お前もそのうち呼ばれるだろうよ。これはとりあえず内緒にしてくれ。ああ、わかった。シンラのモンスターか。一体何が起きてんだろうな。例の襲撃事件以降、不審者を見、我々シンラカンパニーのさらなる繁栄に必要なもの、それが何かわかるかね。それはミッドガルの都市開発だ。世界一の商業都市になったとはいえ、ミッドガルはまだ多くの問題を抱えています。例えばプレート下部のスラム化、魔鋼エネルギー消費量の増加などです。ミッドガル市民により良い生活を提供するため我々は日々努力を続けている。だが武力なき都市開発部門の力では手が打てないケースも多い。ソルジャーの力を貸してくれないか。ふん、なるほどね。ミッドガルの都市開発か。俺も協力したいぜ。手伝えることがあったら言ってくれよ。この方はミッド、私の。でも本当は夢見がち。力を貸し、今回の都市開発部門か。
Activating combat mode. 邪魔すな。 Activating combat mode. ハッスレッハッスレッ。Conflict resolved. おっしゃソルジャーはなぜ命を懸けて戦おうとする。私が君の立場だったら、神羅のために戦うことを苦痛と感じてしまうだろうな。そりゃ会社の都合に振り回されて嫌になることもあるけど。セトラの民、この言葉を聞いたことはあるか。ん、セトラ、いや初耳。セトラの民、約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。約束の地というのは、魔法エネルギーに満ち溢れた豊かな土地だと言われている。約束の地があれば、魔法炉がなくてもエネルギーが使い放題になるというわけだ。セトラはこの夢のような約束の地の場所を知っていると考えられている。なんだそれ、おとぎ話か何かか。莫大な資金を投資して、科学部門はそのおとぎ話を研究してきたんだ。人道に背く犠牲を払うこともやむなしとしてな。全然見えないんだけど、あんた何の話をしてるんだ。私が言いたいのは一つ、神羅は滅ぶべき存在なんだ。ここにいたんですね。身柄を拘束させてもらいます。なんだなんだ。彼は北条博士の研究施設から実験モンスターを放っていた。そのモンスターでミッドガルを襲撃するために。はあ。過去科学部門が続けてきた研究は神をも冒涜するようなものばかりだ。償うべき時が来た。それだけのことだ。意味わかんねえよ。償いのためにミッドガルが滅びるのか。我々は最後のセトラ、イファルナ王も犠牲にしたのだ。その代償と思えば、ミッドガルの一つや二つ、安いものさ。彼は北条博士に次ぐ科学部門の実力者だった。古くから科学部門に在籍する高名な科学者だったのに、なぜ。ここは8分水階段を、駅からは。どうしたんだこんなところで。ザックスさん、ご存知ですか。最近ウータイ残党が反神羅組織を作ろうとしているらしいです。ウータイが。ええ、ウータイ戦争で主力として活躍した特殊部隊炎月林が中心になっているようです。その偵察部隊が民間人を装いスパイとして侵入しています。炎月林、ああ、あいつらか。確認されているスパイは合計6人。ミッドガルのどこかに潜伏しているはずです。手がかりをもとに調べているのですが、まだ見つけることができません。ありがとうございます。では手分けして探しましょう。一人目のスパイの情報です。八番街に潜伏していることまで絞り込んでいます。挙動不審な奴らを見つけたら確保してください。ウータイ兵の変装は完璧です。姿形に騙されないでください。
ここは八番街の繁華街、通称ラブレスっていう。ここはラブレス。ここは八番ラブレス。な、私はみ。くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見した。逃がすか。そこまでです。もう逃げ道はありませんよ。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。二人目のスパイの情報です。スパイは神羅の兵士になりすまし神羅カンパニーに侵入していました。ずっと八番街を調べていますがここにはいないようです。正体がバレてる以上今さら神羅ビルに戻るとは思えませんが。二人目のスパイはずっと正体がバレてる。追悼イベントでのグッズ販売が赤字に終わり、ジェネシス様がそんな。アンジール様のファンク、アンジール様のためもう生きる。列車に。アンジール、どこにいたんだよ。すまない、これでも忙しくてな。まったく、セフィロスとも連絡が取れないし。何かあったのか。別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうか。もう行くのか。何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。へえ、それを伝えに仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。大切な人アクセス。わしは世界。何でもないです。自分はパトロール中の神羅兵です。この野郎、のんき話しかけやがって。てめえのおかげでどれだけの仲間がやられたと思ってやがる。やばいこいつ。こちらザックス、ウータイのスパイ発見。逃がすか。ここにいましたか、スパイめ。さすがザックスさんですね。
確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。3人目のスパイの情報です。スパイはソルジャーフロアに侵入し神羅の情報を入手したようです。大胆な犯行手口から推測すると神羅関係者になりすましていると考えられます。3人目のスパイの情報です。スパイはソルジャーフロアに侵入し神羅の情報を入手したようです。大胆な犯行手口から推測すると神羅関係者になりすましていると考えられます。フロアを間違えてしまうとはな。まったく神羅カンパニーも複雑なビルを作ったものだ。これだけ大きいビルにエレベーターが。私は恥ずかしながら方向音痴でね、ついつい行き先を間違えてしまう。別に怪しいものではない。そんな目で見るのはやめたまえ。何度も言わせるな。私は何バレているだと。こちらザックス、ウータイのスパイ発見。逃がすか。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。4人目のスパイの情報です。今回のスパイは男ではなく女性に変装している可能性があります。金に目がない性格だと聞いています。がそれだけの情報ではどうにも。4人目今回は財布次第ってとこね。なーに、あなたもナンパ？ソルジャーか。早くあっちに行かないかしら。なによソルジャーさん。くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見。待て、さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。5人目のスパイの情報です。情報によるとウータイ出身ではありません。別の理由で神羅に恨みを持っていると推測されます。
宇宙開発部門との関わりがあった可能性があるらしいですが。あと、おそらく。シドがいよいよ搭乗訓練を始めたらしいが、その訓練、本当なら私が、シンラは私から宇宙の夢を奪った。この恨みは私がシンラを恨んでるだって。ああそうさ、それがどうした。クソ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを派遣。おい、止まれ。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。6人目のスパイの情報です。今回のスパイはウータイ戦争で活躍したソルジャーに恨みを抱いています。おそらくザックスさん、あなたのことを指しているのでしょう。今わかっている情報はそれだけです。シンラの情報網に引っかからないとは、スパイのエキスパートかもしれません。私たち勉強班はジェネシス様が提唱されていたラブレス最終章の説を本にまとめました。それがベストセラーになりまして、印税がっぽりです。きっとジェネシス様のご家…それに比べ本体の赤い革コートは当然の結果です。これで私たち…あら、メールが来た。なんだ、シンラ兵じゃないのか。って、あんたソルジャーかよ。見逃してくれよ。俺は悪い人間じゃないんだ。単なるしがない記者なんだよ。悪い奴には見えないな。ありがたい。この恩は忘れないぜ。あんたは何なんだ。名乗るほどのものじゃないさ。シンラカンパニーが闇に葬り去った真実を暴き続けるジャーナリスト。真実を知りたいという読者の欲求に応えるのが俺の使命だ。あんたの連絡先を教えてくれるか。お礼と言っちゃなんだけど、俺が書いている記事をタダで送ってやるよ。
シンラカンパニーを刺激するのはほどほどにね。ご忠告どうも。そりゃよかったな。うん、ちなみにそのおじちゃんってのはどんな人？おじちゃんはお洋服がいつも素敵でかっこいいの。お家はオールマーケットにあるんだ。部屋中金ピカでとっても素敵なお家なんだよ。お仕事はドンっていうのをしてるんだって。ドン？変わった仕事だね。女の子に。僕は誇り高きウータイ兵士だ。なんだよ、僕はウータイの兵士なんだぞ。ビビったか？何、お兄ちゃん。くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見した。子供かよ。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。ザックスさん、あなたのおかげで全てのウータイ兵スパイを確保できました。ありがとうございました。あとはウータイ残党の本拠地を叩くだけです。あなたラッキーね。私はコアで有名なセフィロス様のプレミアムファンクラブのメンバーよ。セフィロスのプレミアムファンクラブ？幻とまで言われるこのファンクラブには選ばれた者しか参加することができない。勧誘活動は半年に一度。入会することができるなんて奇跡よ。はあ。それじゃあ早速入会試験を始めるわね。ちょっと待てよ。俺入会するなんて一言も。問題1、セフィロス様が愛用されている刀の名前は？聞いてないのね。早く答えなさい。時間切れになるわよ。正解。問題2、セフィロス様の必殺技といえば？正解。問題3、セフィロス様の利き腕は？正解。おめでとう。これであなたも選ばれしプレミアムファンクラブの一員よ。あら、早速メールね。プレミアムファンクラブは結成から20年、その長い歴史の。でも公の場にどんな人物。
ザクス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる。ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふーん。彼女からは何も？何にも。ならば、私からも何も。まあ、いいんですけどね。いいんですけどね。いきなりモンスターのお出迎えとはね。ゾーン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ。不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。おしまい。おっしゃー。おい、あんまり遅れるなよ。お前、なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったね。知ってるのか、ゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外でマコーロがあるところは大抵他には何もない。喜べ、ゾーン。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。ちょっと待つか。ザックス、あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？ああ、質問の意味が分かんねえぞ。ま、
お前もなってみりゃわかるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。クラド、あれ、ジェネシス軍だ。魔鋼の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれは、まず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で、中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。いいだろう。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。ああ、分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。ソルジャーはやっぱりすごいな。我々はここで待機している。あまり時間をかけるな。寒さにはくれぐれもご注意を。アクティベイティングコンバットモード。コンフリクトリゾルブ。Activating combat mode. Conflict resolved. Osha!Activating combat mode.
上。じゃあな。Activating combat mode。おしまい。はじゃな。Conflict resolved。Activating combat mode。おしまい。Conflict resolved。Activating combat mode。Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode.Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved.何をする？お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める？ジェノバ細胞。よくやった。だがジェノバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし世界も道連れだ。
叫べ、神羅の犬め。明日を望みて散る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら、道連れだ。ジェネシス。クラウドもどこへ行ったんだ。お、なんだあの穴、みんな行ったのか。Activating combat mode. Conflict resolved.留守電にメッセージが残ってるみたいだ。訴えるぞ。
ージ4。バッグ忘れたみたいなんだけど届いてないかな。メッセージ5。今日も休みか。まさか潰れたなんてことはないよな。メッセージ6。ステージ前の席予約できる？メッセージ7。休みか。メッセージ8。取引の日が近い。ちゃんと店を開けといてくれよ。メッセージ9。ただいまアンケートを行っておりまして。メッセージ10。パーティー用に貸し切りってできますか？メッセージ11。例のものはそちらに預けてあるんだから頼むぞ。最悪店が開けられなくても取引は行う。メッセージ12。廃品回収業者です。回収の件いつ伺えばよろしいでしょうか？メッセージ13。すまないマスター、取引は延期だ。日取りが決まったら連絡する。メッセージ14。潰れたんだったら僕がキープしたボトルはどうなるの？メッセージ15。温泉の方も閉めちゃったの？メッセージ16。言ったら開いてなかったんだけど、どうなってんの？メッセージ17。まずいことになった。取引は中止だ。俺はしばらく姿を消す。メッセージ18。予約したものです。明日行きます。楽しみです。メッセージ19。お店改装中って聞いたけど、いつ再開するの？メッセージ20。死んだ観光局のものです。施設の再利用についてお話を伺いたいのですが。メッセージ21。どうやら例のものの回収にも行けなさそうだ。すまないが、例のものはそちらで処分してくれ。メッセージ22。すいません、間違えました。メッセージ23。分かってると思うが、例のものの場所はステージ脇のトランクの中だ。留守電にメッセージが。何か落ち。Activating combat mode. Conflict resolved. トランクの中に何かある。
ジールのモンスター。アンジールも来てるのか？熱い。熱くて入れないな。どこかで温度調節できないのか？アクティベイティングコンバットモード。コンプリートリゾルブ。この先だ。ホランダーを確保してくれ。アンジールもお前を待っている。我々は役に立たなくてすまない。少しここで休んでるよ。Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved.中に何かあるみたいだけど、蒸気が熱くて取れない。何かを。蒸気が止まった。
Activating combat mode. Hack! Hare! Hack! Osha! Conflict resolved. ジェネシスとは本当なら俺が戦うべきだった。たく誰が仕向けたんだよ。だが次はお前自身の仕事だ。どういうつもりだ。よせよ。待っている人がいるんだろう。アンジーラ本気かよ。いいぞアンジー、我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子？黙れ！俺の父は死んだ。ならば母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ自ら命を絶った。恥か、それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった、認めよう。だがアンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧な。ザックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか、世を苦しめる者すべてと戦うと約束したよな。うん、でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ、取り返しがつかないことになるぞ。細胞だけでも。アンジール！
なソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやる。ザックス、よくやった。あとは頼む。誇りを忘れるな。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つのか。そして誇りも。ねえザックス、上の町に行ったら空近いんだよね。怖いけどお花たち喜ぶかな。
ソルジャーになりたいって頑張れよ。ソルジャーは全員揃ってるのか。はっ。みんな新人だってな。はい、よろしくお願いします。一個だけアドバイス、いや命令だ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。はっ。必ずまた全員でここに戻るぞ。行こう。プロジェクト G はアンジールのおふくろさんの実験だった。ホランダーは俺がモデオヘイムで確保して会社に引き渡した。その後は会社から退去を命じられてもう随分経つ。会社はごたついてるらしい。俺の周りにはタークスの連中がいつもいる。偶然休暇が重なったとか言ってるけどどうだか。でもアンジールのことやジェネシスのことは誰も何も言わない。まるで最初からいなかったみたいに。ソルジャーを何だと思ってるんだ。この先俺は何と戦えばいいんだ。ソルジャーの誇りってなんだよ。オイル塗ろうか。そんなことはいいんだよ。なんだよこれ。俺また干されてるのか。息抜きもいいんじゃない。もう飽きた。よし、こっちから連絡する。統括ならもういないわよ。ラザード統括は行方不明。オランダに資金提供をしていたのは彼だったの。会社のお金を横領してね。あの統括が？ホランダーを取り調べ中だからいろいろ分かってくるはずよ。何なんだろうな。みんな何を考えてんだろうな。真実はその人の中にしかない。その真実ですら言葉にした瞬間に疑わしくなってくる。シスネ、ちょっとあっち行ってろよ。今度はエアリス？なんで知ってるんだよ。俺は監視されてるのか？監視されてるのはあの子。彼女は古代種よ。世界でたった一人きりのね。知らなかったの？あいつ何も言わなかったから。世界にたった一人きりか。その通りだな。気をつけろ、ジェネシスコピーだ。ジェネシスコピーだって。アクティベイティングコンバットモード。くれ、だれ、くれ、はっ、はい、だれ、くれ、だれ、くれ、だれ、はっ、さあれ、コンフリクトリゾルブ、おしまい。
こいつらまだいたのか。もうジェネシスは。ジェネシスはいるのかもな。はあ？肉体をなくした精神はライフストリームへ帰る。だったらどうよ。星をめぐる精神エネルギー、ジェネシスの精神も今頃は。そのライフストリームからコピーを操ってるってのか？単なる想像だ。さあザックス、休暇終了だ。一緒に来てくれ。ジュノンが何者かに襲撃されている。こりゃひでえ。またジェネシスコピーかよ。好き放題やりやがって。アクティベイティングコンバットモード。ジュノンには今ホランダーがいる。この襲撃は無関係ではないだろう。まだ終わっちゃいないか。我々は住民を避難させる。お前はホランダーの保護を頼む。俺がホランダーのおもり？敵の排除が先じゃないのか。ホランダーは機密情報を握っている。必ず保護しろとの社長の指令だ。ラザード統括が突然消え、ソルジャーの指揮系統は再編成中。この襲撃はその隙を突かれた形だ。ザックス、ここで動けるのはお前だけだ。ホランダーの保護を頼む。ホランダーはアルジュノン第8層の隔離施設に拘束中よ。上には非常エレベーターで行けるわ。この先の突き当たりよ。ザックス、頼むわよ。取り調べはまだ終わっていない。敵に渡すわけにはいかないぞ。ああ、わかった。